チケットが引けるガチャ引かないとね。長いね。だよ。来たぞ。僕イコブリートです。ちょうどだったね。僕やらこれだと思った。テレビのやつ、テレビのやつがコンプリートなのやつだと思った。6人のやつだと思ったよ。テレビの方がテレビが6人だろ。違うよ。こうやって入ることが6人だよ。ほら、いくよ。ほら、500個もらえる。よっしゃ。300回。30個もらえたわ。ちょっと待って、これ見させて。たまに騙すことない？買う？ちょっともうちょっと下見せてくれるか。もういいよ。もういいよ。もういいよって。はい。はいよ。これ10年ガチャ？待って、ちょっと待って、どれを引くかだよ。これにする？そう、あのさ、キャラクターも見ないといけないのよ。次キャラクターいるか。やべ。キャラクター、いいんじゃない？これだな。あ、来たぞ。これはなん、どっちだ？金なのかレインボーなのか。レインボーだったと思うよ。どっち？うっ、いいんだな。かぶり、もういいよ、次は。おお、ダック、かぶりか。かぶったら、何これ、来た、よろげ、よろ来たろ。ちょっとキャッチャーだから、まあ嬉しいわ。待ってる、広さ持ってるよ、あれけど。油すばし、ヤマキギ、またかぶり、新キャラ一人しか出なかったわ。確かに。まあいっか、あいつ確かよ、あいつ確か、なんか僕見たことあるよ、あいつ。吸血鬼ジョニーってどうなの？あ、で、ほら10枚たまった。どれだ？これ？ライブお母ちゃんで、ああ、これちょっと待って、家で、これすごいんだよ。これ絶対ゲームが出るの、絶対出るの。一人はね、うん、いきます。サービスガチャ、サービススタンプガチャ、これね、当時なんか出ないのよ。かぶるかかぶんないかは分かんないけどさ、ハイタッチさ、ハイタッチかぶるよ、多分。うわ、キラキラキタロー、キタヨー、キタロー、よっしゃ、よし、スキップしてもいいんだけどさ。あー、まあ持ってるんだよね。でもチビエでもチビエでセットしたよ。え、エイが来れば、エイヤって何？赤エイでしょ？うん、チビア赤エイ、赤エイが出たら何？うん、プラス1になるからさ。あ、うえ、すごい。よっしゃ、白キラゲットラゲ、トリキレア一人ゲット、やったね、やったね。わあ、もうゼロになっちゃったよ。あと一個だけ、もうなくなったよ。 あと一個だけ引ける。どれだ、これ引く？一回やったらなくなるんだ。広かったわ。本当だ、これ引く？
多分雑魚だな、こいつ。まあ、いや、これ。キャキャではね、え、これで、こいつじゃないよ。こいつじゃないよ。こいつじゃないって言ってるよ。聞いちゃったよ。少ないよ。カブリック、カブリック、キーブラーの IQ くらいしか持ってないよ、俺。持ってるじゃん。六六ビー。六六ビー。ロックロックビーロックロックビー。おーすごい、全部ゼロになった。うん、すげえ頑張ったな。違う、じゃなかったわ。これでも分かるんだっけ。これでも分かるけど、経験値ももらえないのよ、経験値を。やべ、どこだ。あ、まずこれ来たろ。うん、来たろ、これ来たろ。もう時間じゃない方がいいよ、レベルとかも上げられるよ。あ、案外強いよ。案外ね、戦うときよ、強強キッタバージンどうなるよ。あ、強、普通に強、強いね。戦うときと参加もらえるときってどういう違うがあるの？あの、戦うときは、うん、あの、いろんなのがさ、再発されるのよ。どれだっけ？あともう一人。昨日これ。いいよ、して。うん、いいよ。これだよ。20個ね。あんま強くない。まあ、ゲットしたからはいいでしょう。強くね、強進化させなきゃいけねえな、まずは。うん、なんかこいつ三冠携帯あった気がするぞ。三冠携帯、二冠携帯ってないの？実況するとね、三冠携帯あるみたいだぞ。なんか YouTube 見たことあるよ、そういうやつ。三冠携帯の人、え、そうなの？多分実況されると思うんだよね。どうだっけ、まずはこの、まず一番下の方のやつやったわけ、炎のやつ。いや、あいつも見た、あ、いだ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 、ダンシングなんだこいつ。あ、あと10ミリレベル1だこいつは。あ、じゃあ行きな、行くか。行く、そうっすよね。とりあえず10レベルしたらいいかな。うん、もうこんぐらいかな。あと1レベルあげよう。12だったらもういいだろう。進化させっか。おお、来たね。イエーイイエーイ。どれだっけ、これ。違うよ。ちょっと待って、これ図鑑みたい。なんで。よし、地獄になった。こうやって切りよう。すおお、すごい。なるほどね。もう一人の方の火の方、火の方あいつ、そうね、切れや。いたよ。あ、だいだいだい、この子ね。うん、あ、え、金の人1個使うんだって。いいよ、金の頂点。いいよ、やべえな。金の人1個何個使ったの？4個あるんだよ、パパが貯めといたの。 10レベルから6個も。うん、うわ、金が10レベル、あれ、1レベルか。あ、金の人来たよ。あ、来たよ、来たよ。イジラマン、うわ、来た。かっけー、かっけー、かっけーな。
すごい強いで。わお。わお。ちょっと攻撃力。うわ、めっちゃ強い。強い強い。あの、これと、さっきゲットしたやつと、うん、メンバー配ない？いいよ。あの2つのメンバーで、ちょっと、待って、ない？でも、これ一回レベルもっと上げた方がいい。なんで？経験値が今あるうちに。レベル30まで下げ。30?30 できるか。できる。できるし、俺がだってずっと食べてたんだもん。多分無理だと思うよ。やべ。おい。減ってる。うわ。18だと。あと2個で30できるぞ。オッケー。あと2個だね。もう多分無理だよ。レベルは。確かに。さっき取ったどれだっけ？違うよ。そんなんじゃないわ。そんなところじゃねえだろ。あ、吸血上にプラス1になったじゃん。うん。うわ、来た。波動ダメージ、波動ダメージ、ちょっといいから攻撃棒持ってこ。あと何だっけ、吸血鬼距離と、あとこれ、こう、赤いもさ、もう赤いいらなかったな。赤いはもういらねえから、じゃ入れねえわ。とりあえず吸血鬼距離、火のあの野球、コロン、ゆるゆるよの野球を入れて、あと何を入れるからだよな。確かに。とりあえずそれ入れて、うん、あれかな？アメロステージ行こう。アメロステージを行く。あと、ゲゲゲアメロステージって3人だけでもクリアできる？できるよ。